こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日のテーマはアートメイクです。先月リップのアートメイクをしてから1ヶ月経ちました。先月が1回目だったんでそんなに定着しないかなと思ったんですけれども、1ヶ月後の私の唇どんな状態になっているのかお見せしたいと思います。はい、写真がこちらです。上がビフォアの状態で下が1ヶ月後、今日ね、ついさっき撮った状態です。1回目は今までの動画で言ったみたいにくすみ取りがメインになるのでほぼ色は定着しないという形だったんですけれども、私はもともとの唇にそんなに色素沈着がなかったので、着色するカラー剤っていうのかな、その薬剤を通常はそんなに入れないけど3割から4割ぐらい混ぜてくすみ取りを6割から7割のベースで施術していただきました。だからね、うっすらこれなんか輪郭とか全体的にもオレンジっぽいような色が残ってるかなって思います。もうね、ビフォアとほとんど変わらない状態になってる人も多いんですが、私のケース、まあ一例として見てほしいんですけど、こんな感じです。で、ちょっとね、気になったのは向かって右側、私の左の唇のね、ここのところですね、ちょっとね濃く輪郭が残ってるんですね。これは最初ね、なんかヘルペスを発症したんかなって思ったんですけど、そうじゃないみたいですね。まあ、たまたまここが輪郭濃く残ってるので、明日2回目の予約をしてるんですけれども、修正というかラインをね、目立たなくというかね、まあそれは相談なんですけれども、右も同様にこっち側ですね、はい、ラインをきれいに出るようにやっていただこうかなっていうふうに思います。今のところね、思ったより、まあ1ヶ月後の持ちとしては良かったなっていうのと、私の下唇の輪郭って結構分厚かったんやなっていうのが1ヶ月経って思った感想です。まあこれね、直後から思ってたんですけど、今、まあ歯列矯正をしていて、顎変形症っていう下顎前凸、まあ受け口なんですね。下顎が出てるタイプっていうかね、下顎が私出てるんですよ。ちょっとあんまり見せたくはないんですけど。なので、今、術前矯正っていう歯列矯正中で、それが終わったら、手術で、顎を後ろに下げるんですね。だから顎を後ろに下げると唇ってちょっとまあ後退する形になるので、そうするとこの下唇がボヨンってね、出っ張ってる感じもまあちょうどよくなるんちゃうかなっていう、まあこれはね、私の素人考えなんですけども、そんな風に思ってるので、今回のこのね、下唇が大きいやんっていうのはこのままでいきます。はい、行きますっていうか、ライン通り施術していただくことになると思います。明日朝からやるんですけど、まあ明日に向けての心境は、前のね動画で言ったみたいに、麻酔のブロック注射がめっちゃ痛かったんですよ。それが嫌やなっていうのがあります。個人的にはね、その表面のクリームの麻酔って行きたかったんですけど、ちょっとね、途中で、やっぱりね、2時間近く耐えるのはね、きついなって思ったし、まあ先生、注射してくれるのはドクターなんで、聞いてみたら、半数以上の方がブロック注射しますよって言われたので、もうここはね、潔く最初から注射言っとこうかなっていうふうに思います。前の動画でも言ったけど、4箇所刺すんでもこれがね、嫌ですね。はい、頑張ってきます。あとは明日リップのアートメイクだけじゃなくって、上のアイラインのアートメイクの2回目、どちらも2回目ですね。上のアイラインはもうほぼほぼ消えちゃった感じになるんですけど、2回目でまあある程度定着するっていう形に思ってるので、それもね同時にやってきます。だから朝からやって、おそらくまあ5時間ぐらいの長丁場になるんですけれども、また帰ってきて直後か、もしくは次の日どんな感じやったかっていうのはお見せしたいなっていうふうに思います。今日の朝ちょっとね、お化粧しちゃったんで、パウダーが輪郭についちゃったのはあるんですけど、何も色付きのものはしてなくて、透明のリップクリームを今さっき塗った状態の唇をお見せします。はい、
今日はリップのアートメイクが1ヶ月後どんな状態になったかっていうのをお見せしました。また2回目の結果出すので、よかったらチャンネル登録高評価をして待っていてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また別のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。